白いですよ。北海道から九州まで今までも何台もご納車させていただいてますし、今この瞬間もご注文いただいている方は、北海道あるいは大阪、神戸って方がいらっしゃいますね。特に遠方のお客様ですと、その後のフォローもなかなか難しくなりますから、ですから中古車をご納車するあるいは、ご納車の前の整備の段階でできるだけ高いクオリティの、車に仕上げてお届けするっていうことに尽きると思いますね。これおそらく我々自然に身についたものかもしれませんけども、私を含めうちのメカニックもレイブリックのメカニックもトヨタのメカニック出身のものもいますし、それ以前にこの土地からなるこの文化のようなものだと思うんですけどもね、やはりトヨタ自動車の影響が大きいかと思うんですよ。そのトヨタ自動車の影響ゆえにユーザーさんが求められているこう完成度の高さ、メカニックの立場としてそれにお答えする我々も自然にそのクオリティに達してるんじゃないかな。これはもう自然に身についたものだと思うんですよ。この自然に身についたものを自然な感覚で整備をして出来上がった車っていうのが自然にこう全国のどの地域のお客様にもお届けできるものに仕上がってるんじゃないかなというふうに思いますね。特に目標を10年に置いたり20年に置いたりしてきたわけでもない、ただ純粋に私たちが求めているものというか、自然な活動がの繰り返しがこうなったに過ぎないですから、ですから目標をどこに置いてというわけでもなかったですね。ですからこの20年は特に何かをしたから20年達成できたというものでもなくて、自然な活動の中で経過の途中かもしれませんね。転職してこう当時のローバーのディーラーに転職して初めてレンジローバーにお乗りになられるオーナーの方と会いした時に、もうそれはそれはこう素敵だったですよ。レンジローバーのオーナー様が素敵だったですね。もちろん私なんかとても慣れるような身分じゃないですしね、そこに届かない、一生かかっても届かないと思いながら、ただその人たちの魅力っていうのをすごく感じたんですよね。ですからできるだけこう長い時間その人たちと一緒に仕事したい、その人たち、そのオーナー様に対してこうサービスを提供したいっていう気持ちになったのが、このレブリックをランドローバー専門として立ち上げたきっかけになった要因ですね。そうですね、私それまでスポーツカー一辺倒だったんですよ。スカイラインとかポルシェとかもう速い車は一辺倒だったんですけどね、レンジローバーのオーナー様を見てからレンジローバーが好きになったっていう、そういう感じですね。ですから、車業界にいて、メカニックであったりあるいは、販売業であったりお客様と接するのなら、ぜひレンジローバーのオーナー様と接して仕事を続けたいなと思ったのがきっかけですね。レンジローバーに乗るとね、不思議なんですけど、すごく気持ちがゆったりした気持ちになれるんですね。例えば狭い道ですれ違ったり、あるいは交差点で鉢合わせになったりした時に、先行する車にどうぞとこう豊かな気持ちになれるから、そういう自分になれる、させてくれる車だっていうのがレンジローバーの魅力ですね。今回創立20周年を迎えるレイブリックさんにお邪魔したわけなんですけれども、ある意味このマニアックなランドローバーという車種、これのみを20年間の間お客様の絶大な信頼を受け続けてやってこられたということを伺って、加藤社長のお話を伺ってすごく納得したわけなんですけれども、まず一つにはこの地元名古屋のお客様が車はもともと壊れないものだという意識が強い土地だということで、そんな中でやっていくにはおのずと技術力も修理にしてもメンテナンスにしても
技術力を上げていかないとやっていけない、そういうことでおのずと、クオリティがアップした、そういうお話を聞いてすごく納得したわけですね。もう一つには加藤社長の言葉でレンジローバーのオーナーさんに惚れたという言葉に、すごく感銘を受けました。レンジローバーのオーナーさんのためにクオリティの高いサービスを提供したい、そういう思いから、始められた。これも、20年間、続いてきた、一つの要因だなということにすごく納得できました。